私たちクモノスコーポレーションは日本で初めて建設業界に 3D レーザースキャナーを導入、 3D 界のパイオニアとして日本で圧倒的ナンバーワンの計測実績を誇っています。 3D レーザースキャナーでの計測は点群というデジタルの点で記録されます。今ご覧の映像も点群データです。点群とは3次元の座標、色、反射強度の3つの情報を持つデジタルの点の集合です。一度の計測で得られる点群は最大半径 350m の範囲で、レーザーが届かない障害物の向こうは取得できません。そのため複数の位置から計測し、組み合わせて正しい位置になるよう点群を合成します。現在は物の角など特徴のある形を捉えて合成する形状合成が一般的です。建物、工場など特徴のある形が多い場所は形状合成により処理ソフトで自動合成できます。一方、ゴルフ場や砂丘などの特徴的な形がない場所は自動合成ができません。その場合、基準球を使用して合成を行います。基準球は4つ2セットを設置し、移動しながら計測を繰り返します。しかし狭い場所では移動と配置に制約があります。今回の命題は幅の狭いチューブ状の場所を計測することです。径の小さい人が入れない場所も多く存在します。ポイントは4つ。弊社ではこのうち2を基準球配置の仕組み化、3を特殊な計測挙動によって解決する手法を開発しました。それが今回ご紹介するスペースツイフトです。本システムは4つの基準球をセットにした基準球アセンブラ2台とファロー社製スイフトを使用します。基準球アセンブラは4つの基準球を集合体にすることで移動と配置の自動化を容易にし、かつ計測挙動の工夫によって小スペースでの移動・計測を可能にします。スキャナーの前後に基準球アセンブラを設置し、前後に動かしながら計測します。通常の基準球使用では基準球がスキャナーを追い越すスペースが必要ですが、この計測挙動ではスキャナーとアセンブラが入れる幅があれば計測が可能です。スペーススイフトにより1メートル幅のトンネルでも計測ができ、かつ自動合成処理も正確な結果が得られました。実証実験として本イベントの開催地であるアプトの道第5トンネルを計測しました。地図と比較すると正しい位置関係で合成できていることがわかります。実際に本システムでアプトの道を計測した点群データです。従来は写真とスケッチによる記録だったものが、正確な座標を持つデジタルデータで記録されるため、経年変化を追い劣化を予測することも可能です。 3D 計測は大きな構造物についても精巧なデータを取得でき、シミュレーションなど幅広い用途に活用できます。命題の解決に向けた4つのポイントのうち、残るは人が入れない場所の計測です。これにはロボット化が必要です。ロボット化による無人化は、建設界の人手不足解消やインフラメンテナンス市場の DX にも貢献します。現在ロボット化にご協力いただけるパートナー様を募集しています。興味をお持ちいただけましたら、こちらのホームからご連絡ください。今後は広大なエリアを無人計測するシステム開発を目指しています。月に向かってムーブフォワード。